きらめく時間をデリバリー、シャイニングトーク、にきいろタイム始まりましたけれども、もう早速コーナー行ってしまいますよ。今回挑戦するのはこちら、にきいろタイム。楽しくにきいろタイムを過ごしましょう。こちらは皆さんと一緒にシャイニキの魅力を語り尽くすといった内容になります。スタイリストの皆さんから先にテーマを募集しました。今回は3つのトークテーマについて一緒にお話ししていこうと思います。まあ私も初心者のスタイリストとして皆さんからのおすすめポイントを知りたいところなので、紹介するのワクワクです。まず一つ目のテーマですが、これ難しいね。ニキの他に一番好きなキャラは誰？ああ、もうこれ選ぶの本当に難しいと思う。ね、みんな好きで、比較的ね、皆さん箱推しな方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、その中で、この人っていうのを頑張って選んでいただきました。私はまあ、だから前回もちょっと言いましたけどね、ロロリちゃん。推しキャラですね。では早速皆さんの意見を見ていきたいと思います。まず最初に夏希くんさんからのコメントです。好きなキャラクターはリリス。 ありがとうございます。最初は単純にキャラデザに惹かれたけれど、リリスのことを知れば知るほど大好きになりました。死にたいと思うほど辛い時期があって、その時にリリスに出会って、もっといろいろなリリスを見たいと希望をもらえたから今の自分があるので、好きというよりかけがえのない存在です。そんな風に思ってくれるの、リリスもすごく本望だと思うというか、とても喜ぶと思いますね。リリちゃんね、まあ素直じゃないというか、そういう人だから多分とても上からな感じで、まあ私の魅力なら当然よって言うとは思うんですけれどねでも演じている私としてもとても幸せだな、嬉しいなって思いました。悩みって人それぞれいっぱいあるとは思うんですけれど、悩みがあるからこそ当たり前の日常を幸せに感じられるっていう一面もあるんじゃないかなと思うので、日々の幸せをリリちゃんと一緒に感じ取って、いつもニコニコ生きてほしいです。では続きまして、チェリーさんからのコメントです。好きなキャラクターはモモ。あ、モモわかる。なんだかんだでモモ、子憎たらしいところもあるけど、会話の端々でナイスなツッコミを入れるモモ大好き。あとやっぱりね、モモちゃんといえばお肉っていう感じもあって、モモに焼いたお肉をいっぱい食べさせてあげたいと思う時があります。でもやっぱモモちゃんがいるからこそ、こうシリアスなストーリー展開でもちょっとフフッとなれたりとかしますよね。いや、めっちゃわかる。続きまして、 D さんからのコメントです。好きなキャラクターは弥生です。ポケーっとしてておっとりで、つかみどころがないところも、旅の中でミキちゃんたちがピンチの時に頼りになるところも、振り幅まんぷりで大好きなの、ハート。なんかやっぱりね、こういざという、普段はほんやりしてるのに、いざという時に頼りになるっていうのはポイント高いですよね。で、かと思えばふっと見たらもうポキッとしてるみたいななんか癒しなの、助けてくれるのどっち、ギャップ萌えっていうんですかね。そういうところの魅力は大きいですね。じゃあラストは、ナナ過去ルーチェさんからのコメントです。好きなキャラクターはジニーです。あ、これはおきつくさんが喜びますね。ビジュアル、性格、境遇、六名やネルソン先生はじめ、各キャラたちとの関係性はもちろん、何より天眼鏡として活躍、暗躍してる姿が大好きです。中でも墨色の音調は一番好きな記憶潜入。今後もっと仁義のいろんな顔が見られることを期待しています。そうね、やっぱりね、仁義さんはね、役者のだけあって様々な顔を見せてくださいますし、仁義さんの衣装のちょっと華やか艶やかなんだけれども、やりすぎてない感じというかね、あと独特な世界観の衣装、普通にストーリーでも手に入る衣装がね、黄色をちょっと基調にしてたり、個性的で派手なんだけど、なんか惹かれるというか、すごい、いやこれ私一回着てみたいかもってなんか思わせられるような、ジーニーさんだからこその魅力のある衣装がすごくあるなって感じてますし、まあ、やっぱね、本人のね、いろんな表情ね、魅力感じちゃいますよねおきつくんに伝えておきますということで、
一つ目のテーマでした。皆さん本当にたくさんのキャラクター愛伝わってきました。もうね、ここにご紹介できなかった皆さんも、私はこのキャラが推しなどいろいろあると思うんですけど、その熱い思い、今回のこの番組だけじゃなく、もしかしたらこう特番とかでも何か紹介できることがあるかもしれないので、バンバン送ったり SNS などで発信していってください。続いて2つ目のテーマ、これもね難しいのよ。マーベル大陸から1つのセットコーデしか持ち帰れない場合、どのコーデにするか。いやこれね、私もものすごく考えたんです。私は考えた結果こちら、やっぱりね、現実世界ではなかなか表現できない潮汐の喪失、この輝きで、しかも初期の方のこの色味っていうのが結構やっぱり好きで、夜の海をまとっているこちらのドレスを持ち帰って、ぜひ自分で着てみたいですね。あと飾って眺めているだけでも、なんかずっと見てられるんじゃないかなっていう癒しをもらえそうなので、私は悩んだんですけどこれにしました。さて皆様はどれになるんでしょうか。早速見ていきましょう。まずはななみかさんからの、コメントです。選んだコーデは星の海。はい、わかります。シャイニキから離れてた心を、この間の池袋のリアルイベントで見た星の海が引き戻してくれた特別な一着ということで、わー、そうなのよね。これゲームの中で見てても本当に素敵なんだけれど、しかもね、手に入れるまでにこうやっぱコツコツ頑張らないと手に入らないっていう努力の結果、こうやっとニキちゃんに着せることができるっていう思い入れもあるんだけれど、現実世界であのキラキラ夜のこう星空をまとったみたいなあのドレスが、もしかしたら自分が着るチャンスがあるかもしれない、そして現実世界で表現できるなんて、感動しましたよね。すごくわかります。なので星の海は特殊な架け橋になりましたね。じゃあ続きまして、チュンさんからのコメントです。選んだコーデは輝きの銀庫。あー、これもわかるな。全体的にタイプなのですが、特に尻尾とお耳のモフモフに触りたすぎます。そう、あれね、モフモフがいいんですよね。なんかあのすごくね、グラフィックがリアルだから、本当にこう触った触り心地が見てるだけでこうわかるような、そんな衣装なんですけれど、あれもね、万が一ね再現されることがあったら、ふわふわのフェイクファーでなんかうまいことをやってほしいな。そしてそれを触れる日を待っています。では続きまして、さきさんからのコメントです。選んだコーデは虹空の涙。クリスタのストーリーに感動。心の清らかな女の子の犠牲を美化しないストーリーが好き。美しい宝石でできたドレスが綺麗すぎる。はい、こちらのコーデもね素敵なんですよね。あのそれに付随するストーリーも含めて、まあ、好きっていうことで、思い出の一着っていうことですかね。いや、なんかコーデのビジュアルは童話の世界みたいなコーデなんですけど、現実性のある悲劇とのこの組み合わせ、衣装の素敵さを見ながら、ちょっとそのストーリーの切なさを思い出すっていうね。なんかあの素敵は素敵で見れるんだけど、気持ちのある一着ですね。あー、なんかそっか、こう皆さんの選んだコーディネートにも私思うところがいっぱいあって、あ、皆さんとちょっとお酒を飲みながら語れる日が来たらいいのになって今ねこういう形だとどうしてもこうコメントを読むという一方的なものになってしまうので、ロフトプラスワンみたいなところでイベントをやって、みんなとこうあーだこうだ喋りながら食べながらみたいな喋りたいですね。さて3つ目のテーマですが、これまた難しいんですよ。7つの国の中でどの国のスタイリストになりたいかです。まあ私もね、うんとこう悩みつつも、やっぱりニニールかなとかって思いますね。リリちゃんのこうコーデのこれとかもね、めちゃめちゃ可愛くてお気に入りなので、こうふわふわな衣装とかをこうデザインしてみたいななんて私は思ったりするんですけれども、先輩方さていかがでしょうか。早速見ていきたいと思います。まずはヨリタからのコメントです。選んだのはルイン。高等技術詰め込んでピカピカ光るサイバー系コーデをたくさん作りたいです。雲上服やカルファのドレスなどにルインの技術を適用して、国をまたいだテイストのコーデを作るのにも挑戦したいですと。なるほど、その国の特色をベースとしてね、国をまたいでの衣装ね、夢ある。
これはなんかグッときましたね。いやそうなんだよな、それがありだとすると確かに雲上とカルファのスタイル違う中でルインのベースにっていう SF チックな感じっていうのがちょっと見てみたいな。今後公式さんどうですかね、そういうような衣装も今後出してもらえたらぜひ見てみたいです。続きましては7ルーチェさんからのコメントです。選んだのはパテール連邦、一番幅広いコーデができそう、治安とか利便性、社会福祉的にも働きやすそう。あー確かにね、実際このゲームの中でコイン購入できるお洋服屋さんでですね、購入できる服とかの種類も多かったり、日常で着ていくのにもいいかもって思える服の多い印象だな。 SR とかの服もねすごい可愛いのが特徴的ですよね。なのでちょっとわかります、こうやってお店もやってみたいですね。では続きましてゆずさんからのコメントです。選んだのはノーザン、王に仕える騎士のような服装が多くかっこよくて私も作ってみたい。そうですね、一番もしかすると高級な生地をふんだんに使えるかもしれないですね。ここの国はアクセサリーというかね、金とかの使い方とかっていうのもある種試されていることが多い。まあ非日常の服をバリバリに使って、騎士もそうだし姫のような服もそうだし、あ姫騎士みたいのもいいですね。なんかそういったピリッとそしてかっこよく高級感のある服を、ぜひ作ってもらいたいですね。ゆずさん高級感のある布で実際作るならどんなデザインを思い描いてるのか、それもちょっと見てみたかったなと思いました。いずれ絵とかも送ってもらえる機会がありましたらぜひ送ってほしいです。続いてはシオンヌさんからのコメントです。選んだのはニニール、はい、ロリータみたいな甘い感じの服が大好きなので、ニニール王国にあるような可愛らしくて夢のある服作ってみたいです。リリース様のお国で。ありがとうございます。わかります、布をふんだんに使いたいですよね。ボリューム、袖を一つ取ってもふわっていうスカートのボリュームもふわっ、でもその中でもさっきちょっとちらっと見せましたけど、やっぱねリリタンがこう作ったあのちょっとミニ丈のフリフリな衣装とか私は個人的に好きなのでね、こうシオンヌさんもぜひこうフリフリ夢の衣装をね、ここのニニールで作ってもらいたいなと、シオンヌさんのデザインする服も見てみたいです。続きましてチェリーさんとウニさんからのコメントです。選んだのはカルファ、自然を感じられる布多めなお衣装と、エルフや妖精が好きなのでカルファ、中世ヨーロッパを思わせる荘厳さと優雅さに憧れてるからカルファ。すごいカルファへの熱い思いが伝わってきました。いやそうカルファはねファンタジーなんですよね。すごくゴージャスだし、あの森の妖精だったりとかになれそうなコーデが多いので、そういうのをたくさんね作ってもらいたいですよね。その布の多さっていうのも本当に各国特色があって、布の多いのジャンルの違い、これで何だこれ分かりますよね。やってくださってる皆さんはね、こう布の多さの違い布ってこんなにあのいろんなジャンルにたくさん使い方があるんだなって思える、それがね今こうやってこう紹介を読んでても、あそう言われたらたくさんのジャンルの布の多さがあるなってフリフリでこう使う布と、ゴージャスにうわってこう使う布と、ピリッとするがゆえにこうさらに羽織で使うみたいので、こう上乗せで使っていく布も、あー布ってなんてこんなにこう素敵なんでしょうね続きましてさきさんからのコメントです。選んだのは雲上、伝統と現代的スタイルの調和を極めたい、そのコーデで仁義様の舞台に行きたい。舞台ね、そうそうなのよ、仁義は舞台衣装っぽさみたいな非日常を感じさせてくれる。で、そうなのよね、仁義のも仁義らしい布の多さなのよまた布を応用してますけど、チラ見せと重ね着のね感じがもう最高ですよね。やっぱ雲上帝国ならではのねデザインっていうのも素晴らしいのでね、これも皆さん多いんじゃないでしょうか、ここで
働きたい、ここのスタイリストになりたいって。じゃあ最後はタピオカパンさんからのコメントです。選んだのはウェイストランド。仕事帰りに隕石集落でサボテンジュースを飲んだり、甘口ソースの焼肉を食べたりしたいからはい、これはあの服の、ね、デザインとかもさることながら、アフターファイブがこうすごい充実しそうな、こう欲望のあふれるいい意見ですね。これね、確かに言われたら私もそれしたい。美味しそうですよね。あ、ということでトークテーマはこれで最後のようです。皆さんの意見を紹介してまいりましたが、どの意見も愛があふれてますし、素敵でしたし、こう欲望があふれてました。最高です。思い入れのあるコーデやコーデにまつわるエピソードなどいろいろ聞けて、そこもねまた楽しかったですね。布の可能性を改めて感じながら、私も今一度プレイを楽しんでいきたいと思います。もう布少ないのもね、それはそれでねワクワクするんですけどねでもいかに布が多く艶やかにいくのか、いろんな国ごとの特色を噛み締めます。さて、今度はどのようなテーマについて一緒にトークしたいでしょうか。コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。今日はねお時間が来てしまってここまでなんですけれど、今後ねこういうトークテーマで、まあ、コメントを紹介したいとか、あとなんかあの初心者なんで、あのそれ多いんですけれど、こんな部分を聞きたい、ご自身に聞きたいみたいなのがありましたら、そこもぜひコメント欄でご意見いただけたら嬉しいです。というわけで、今回の動画はここまで。これからももっともっと一緒にシャイニング2期を楽しんでいきましょう。次回はまた別のコーナーがあるようですので、次の動画も楽しみにお待ちください。本日はありがとうございました。さようなら。